ガランタミンは、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬の一つであり、軽中度のアルツハイマー病や様々な記憶障害の治療に用いられる。商品名レミニール。特に脳血管障害を原因とするものに有効。ガランサス属、スノードロップや他のヒガンバナ科植物の球根や、鼻から得られるアルカロイドである。人工的に合成することもできる。 現代医学での利用は1951年に始まり、ソ連の薬学者マッシュコブスキーとクルーグリコバラボーバによって行われた。この二人によってガランタミンのアセチルコリンエステラーゼ阻害作用が証明された。最初の工業生産は1959年、ブルガリアのパスカブによって東欧で伝統的に用いられていた植物を用いて始められた。 これは、民族植物学的創薬の実例である。軽中度の脳血管性認知症、アルツハイマー病の治療に用いられる。米国では、AD 治療薬として FDA に承認されている。A. ナイスでは、軽中程度の AD に対して、ドネペジル、リバスチグミンと並んで、ガランタミンを選択肢の一つとして推奨している。臨床試験では、副作用は、 他のコリンエステラーゼ阻害薬と似ており、消化器症状が主に観察される。実際にはもっと使いやすい薬剤はあるが、3ヶ月以上かけて薬量を増加させていくことで、副作用をそれと同等程度に抑えることができる。東欧、ソ連では長い間、重症筋無力症、ミオパチー、中枢神経疾患に関連する感覚、 運動機能障害などの治療に用いられている。明跡無、体外離脱体験の確率を上げるために使用されることがある。睡眠改善薬として、睡眠への導入と睡眠の質を改善すると言われている。未だ広範な研究は行われていないが、初期の研究では、不眠症に対する効果は確認できなかった。フペルジニエのような他のコリン作動薬ともに、 スマートドラッグとして、または、脳障害患者に対する記憶増強剤としても、利用される。スノードロップ生成されたガランタミンは、白い粉末状物質である。過逆的なコリンエステラーゼ阻害剤であり、競合的喫抗薬である。つまり、A クの活性を低下させることで、脳内アセチルコリン濃度を増加させ、アルツハイマーの症状を改善させると考えられている。 1999年、ガランタミンマイナスアセチルコリンエステラーゼ複合体の構造が X 線解説によって決定された。ニコチン性アセチルコリン受容体のアロステリックリガンドでもある。認知症を根治させるという証拠はない。ガランタミンの吸収は急速、完全であり、体内では線形的な動態を示す。 蛍光での絶対生物学的利用能は80から100%、半減期は7時間で、健康な被験者でのテストでは、蛍光で 8mg を投与したとき、アセチルコリンエステラーゼ阻害のピークは1時間後だった。結晶蛋白結合率は約18%で、比較的低い。約75%は肝臓で代謝を受ける。インビトロ研究では、サイプ 2D6、 サイプ 3A4 が関与することが示された。ラズダイニ ER を用いた実験では、サイプ 2D6 低滞射群は、抗体射群と比べ薬剤への曝露量が、約50%高いことが示された。国内知見での副作用発現率は57.9%で、その内訳は、悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、食欲減退、頭痛等であった。 重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、失神、除脈、心ブロック、QT 延長、急性反発性発心性脳包症、肝炎、黄門筋由解症である。二つの研究で、ガランタミンを用いた、軽度認知障害患者に高い死亡率が観察された、ため、FDA は、警告を発した。 2006年4月27日、FDA は、すべてのガランタミン製剤に対して、除脈、薬、特に素因のある患者に対しては、防湿ブロックを起こす可能性があるという警告を発した。また、プラシーボと比べて、失神のリスクも増大するようである。植物体からの抽出化、特許の取られた全合成プロセスによって生産される。他にも様々な合成法があるが、 工業的には用いられていない。ありがとうございます。